在の仕事としては全国に向けて、物を卸している流通っていうと流通業なんですけれども、メーカー商社という立ち位置になります。自分のところで物を作って、企画した自社商品を作って、あとはいろんなメーカーさんの商品を取り扱って卸売りするというメーカーと、あと問屋業という、合わせてメーカー商社という立ち位置で商売している会社です。はい、例えばどういった商品があるんですか？はい、一番メインになるのは我が社のルーツでもあるんですけれども、計測機器、いろんな世の中に測るという道具があると思うんですけれども、例えば長さを測る、重さを測る、あとは明るさを測る、で空気の成分を測る、水質を測るって、世の中にいろんな測るというシチュエーションがあると思うんですけども、そういったいろんな世の中で測っているものの測るための道具であったりとか、あとは測るときに作業をする作業員の人が安全安心に働けるような環境だったりとかですね、そういった道具やものサービスを提供している会社になります。そうすると、商品を購入されるお客様っていうのは、うん、例えばどういった方々ですか？そうですね、多岐にわたるんですけれども、一番割合で多いのは、インフラを整備する土木建設業の方っていうのが一番中心にはなります。ですけども、そこに関わらず、例えば皆さんが勉強されている学校であったりとか、学校でも運動会の時に例えば校庭にラインを引いて、ライン引き使うと思うんですけど、そういったライン引きも、教育という現場で働く人が使う道具なんですけども、そういったライン引きだったり、トランシーバーであったりとか、黒板であったりとか、そういったものも含めていろいろ扱ってますね。ですので、私たちの商品を買うお客さんというのは全国様々あります。すごく幅広く商品を扱ってらっしゃると思うんですけど、はい、取扱い商品って大体何点ぐらいっていうのは分かりますか？はい、ですね、ざっくり言うと6000アイテムぐらい、4、5000から6000、5、6000アイテムですかね。はい、それだけのたくさんの商品をどういうふうに管理してらっしゃるのかなと思うんですけど。そうですね、年々こうどんどん商材も増えてきて、これが我が社のカタログなんですけれども、まあ、この中に今言ったアイテム点数でいうと5000アイテムぐらい、あといろんな商品載ってるんですけども、まあ、世の中で必要されている今現在必要としている商品なんだろうっていうのを、私たちが営業だったりとか、あとはカタログを作る制作担当が世の中で必要とされているものっていうのをリサーチして、でそれを我が社で取り扱うことができるかどうかっていうのを、まあ、検討して、基本的にはこのカタログに掲載して、商材を広げていってるという感じになりますね。メーカーでもあり商社でもありという話でしたけど、はい、メーカーとして作ってらっしゃるのは例えばどういった商品ですか？はい、メーカーで作っているのはこのカタログでいうとレクノスというのと、あと小さく書いてあるハイビスカスという商品ですね。これが我が社のブランドになります。まあ、例えば、ソニーさんだったりとか任天堂とか、まあ、そういうメーカーさんいろいろあると思うんですけども、まあ、ブランドですね、自社のブランドはハイビスカスとかいう名前になるんですが、例えばですと、このように工事現場でたまに見かける赤白に塗り分けられたこういった大きな定規だったりとかですね、こういった商品が自社の商品になります。あとは工事現場で写真を撮った時に、写真を撮る時にこういった最近ですと手持ちの黒板ですね、昔はこれぐらいの60センチぐらいの大きな黒板に、学校の先生と同じようにチョークで書いて、それを写真で撮ってっていう風にしてたんですけども、最近はこういった、手持ちの自撮り棒みたいな形で小さな黒板にマーカーで書いて、でそれを写したいところに合わせて写真を撮るみたいな、まあ、そういった写真を撮る道具だったりとかですね、あとはもう本当、幅広く自社商品っていうのはあります。一番最初その創業の時はどんな商品からスタートされたんですか？そうですね、我が社が創立したのが、まあ、創業したのが昭和30年になるんですけども、一番のスタートは皆さんが小学校2年生の時に長さを測る単位の授業の中で使っていたと思うんですけども、竹の物差しですね、30センチのこういう物差しを、量産化して自動
自動化してですね、大量生産して、で世の中に送り出したのが我が社のスタートになります。もともと物差しからスタートされてるんですね。そうですね、もともとやっぱりこうああいう、 こう工芸品に近いような道具になるんですけども、もともとは一つ一つ職人さんが手作業で作っていた竹の物差しだったんですけども、創業者が自動でそれを量産する機械を作って、で自分のところの MBS というブランドを立ち上げてですね、竹の物差しのメーカーとしてスタートしたのが昭和30年になります。ですので冒頭に申し上げた通り、我が社のルーツというのは竹の物差しであり、測るっていうことがキーワードになって、そこから測るものって他にもあるよねっていうので、どんどん幅を広げてきた感じになりますね。ランドアートさんの中で働いていらっしゃる職員さん、どんなお仕事がありますか？そうですね、まずは物を売る会社ですので営業マンがあります。部署でいうと営業部と呼ばれるものですね。営業部に関してはこちら鹿児島が本社になるんですけども、本店営業所、あとは、大阪ですね、大阪市に大阪営業所、あと広島にも広島営業所という営業拠点がありますので、まずはそのものを提案したり商品を説明したりする営業部という部署があります。それ以外に販売促進課といって、こういったカタログであったりとか、いろんなチラシですね、そういったものを、制作する販売促進という部署、あとは、自社商品を開発する製品管理貿易という部署もありますし、あとはそうですね、EC 販売、ネット通販とかホームページの運営をしている EC という部署もあります。あとは関連部署というかその他部署で総務経理と一般的な部署も当たり前にございますね。これを作り上げる過程なんですけど、これで一個ずつ小回りで見たら多分分かると思うんですけど、最初に丸の玉作って、でこういうふうに削って、で今度四角をくっつけて、でちょっと向きが違う、これでベコンと今へこましたんですね。横 2.5 メートル、縦 2.3 メートルの幅、サイズのものをここに載せられて、それに全面に印刷ができて、であそこに幅がだいたい5センチぐらいの厚みがあるんですけど、その厚みのものまでだったら何にでも、はい、その高さは設定する必要があって、例えばこれ商品名なんですけど、こういうのああいう風に並べたところにここだけ印刷するっていうのを、はい、できる機能があります。で物は大きいですけど、この小さい R みたいな小さい文字も鮮明に印刷ができるぐらい解像度も高い、はい、プリンターですね。でこのお客さんの注文を詰め合わせて全国に送って発送してるって感じです。職員さんって今何人ぐらいいらっしゃるんですか？現時点で言うと、正規雇用の正社員として言えば43名になります。貿易という言葉もありましたけど、はい、海外との取引もあったりするんですか？そうですね、私は先ほど申し上げた自社の商品ハイビスカスの商品は大部分が中国で製造しています。中国の協力工場で物を作って、大きなコンテナでですね、何ヶ月に1回か、船便で中国の上海とか寧波とかそういった都市があるんですけども、そこから船便でドーンと渋志港について、で渋谷で荷物が上陸して、そこから陸送で姶良市まで届けてきます。でそれを、コンテナから下ろして自社の倉庫の中にストックしておくという感じになります。中国に出張するみたいなお仕事もあったりするんですか？そうですね、最近コロナ禍でですね、中国の方でゼロコロナ政策がまだまだ続いているので、私自身もこの数年はちょっと行ってないんですけれども、もともとでしたら年に 1,2 回ですね、私以外にもその貿易の担当者がおりますので、その人間が中国に渡って現地の工場と商談して、例えばここはこういうクレームがあるんだよとか、ここを作るとき注意してとか、あと他にこういうものを作れないかなっていう商談をしたりとかですね、そういったことをやってました。
ただまあコロナ禍になってからもじゃあその交流が途絶えたかというとそうでもなく、あのリモートでですねウェブ商談をしたりとかオンライン上で画面上でやったりとか、逆にあの行き来できなくなったから生まれたコミュニケーションというのもできたので、それはそれでいい、今回のコロナ禍を、まあ、乗り越えたというか、まあ、そこに順応する形でですねリモートでいろんな商談も現在は行ってます。じゃあ今度はあの実際働いてらっしゃるスタッフさんにとってそのなんか求められることというか、あのこんな方がこの仕事は向いてますよみたいなのってありますか？そうですね、冒頭から申し上げているように我が社はいろいろなお客様を、ターゲットとしてますし、商品も本当にトランシーバーから黒板から皆さんが見たことないような専門的な、これ何に使うんだろうっていうような道具だったりとかですね、いろんなものを扱っているのですごく幅広い商品を扱ってるっていう会社になります。じゃあそこで、従業員に求めることというのは、私がよく言葉にするのはあの探求心をあの持ち続けてくださいっていうのはあのお願いしますね。やっぱりこう今ある材料で物事を判断して、あ、じゃあ自分はこれでいいんだって思ってしまうと、なかなかそれから未来に向けてこう考えを広げていくっていうのができないので、それは多分学校での勉強でも一緒だと思うんですけども、与えられた宿題だけやっていればじゃあそれがマスターできるかってそうではなく、やっぱりこう幅を持ってなんでこれを学んでるんだろうかとか、何をどういう商品をお客さん求めてどういうことで困ってるんだっていう、まあ、そういうふうにお客さんが悩んでいることを想像してそれに合ったものを探すという意味の探求心ですね。あともう一つ大事なのは向上心を持ってください。これも当たり前の言葉なんですけれども、常に来年は今の自分よりも一歩成長した自分をしっかり思い浮かべながら、あの毎日仕事に取り組んでくださいというお願いをしています。このお仕事をやってらっしゃってこうすごくやりがいを感じるなって感じる瞬間だったりとか、うんうん、こんなところが楽しいよっていうのがあったらぜひ教えてください。そうですね、私たちはあのちょっとキャッチフレーズ風に言うと、あの現場を支え暮らしを守るランドアートみたいな感じなんですけれども、じゃあ現場っていう表現って何かというと、世の中にいろんな仕事があると思うんですけども、働く人をお手伝いするお仕事っていうふうに我が社の使命としては捉えてます。ですので例えば暑い中に これが、まあ、例えば夏場の商品を集めたカタログになるんですけども、暑い時に外でお仕事をするともうちょっと暑くて大変だよ困ったよっていうシチュエーションってあると思うんですけども、その時にどういったものを提供すれば役に立つのか、例えば日陰を作ればいいだろうとか、あとはクーラーボックス必要だねとか、あとは最近たまに見かけると思うんですけども、こういったファンがついた空調服みたいなやつですね、パーッと空気が入る服、こういったのを提供すれば外で働く人が快適になるんじゃないかとか、まあそういったことを考えたり、あとは皆さんの暮らしの中でもやはりこう備えないといけない防災という観点ですね、そういったものも我が社で扱ってますというのを考えると、企業の使命というのはやはりこう誰かに必要とされているっていうのが一番大事だと思うんです。じゃあ私たちが提供している商品サービスは世の中のためになっているぞっていうのが、やはりこう働きがいであったりとか使命感であったりとかですね、そういったことにつながると思ってます。笹森社長が今のお仕事を選ばれたきっかけとかって何かあったんですか？そうですね、はい、あの私は実はもともとは学校の先生になると思ってましたですけど、まあそこからこの当時ランドアートがですねアウトドア事業というのをやってまして、今はその事業はちょっともう撤退してやめてしまったんですけども、カヌーを作っていて、わこれは働きながらそういったあのレジャーカヌーをして楽しむ人を相手にしてする会社なんだ、すごいなっていうふうに、やっぱりそこが一番魅力でしたかね。でその中であのコンコンと門を叩いてこの会社でお世話になって、で入ってみるとやはりこう学生の頃というのはその会社が本当に何をやってるのかっていうのは正直 見極めることは難しいと思います。ですけど実際入って働いてみると、あこういう先輩方がこういう思いで働いてるんだとか、こういうお客さんに対してうちの会社ってこういうふうに
お仕事を提案をしてるんだっていうのをどんどん垣間見ると、まあ、自分のところでこうやってる仕事の内容ですね、それがどん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 見えてくるので、まあ、結果的には会社に入った時に見えていた楽しさだったりとかその部分以外で使命感だったりっていうのは正直後からついてきてですね、現在に至るという感じですね。